朝になるたびに寒さに絶望している、寒さに震えているか弱きゆっくり霊夢です。寒いのも困るけど急に気温が上がるのも体に負担がかかって辛いんだぜ。こんだけ弱音を吐きつつも腰以外は健康体な、ぎっくり腰を何度もしている腰が敗滅的なゆっくりマリサだぜ。今回は三国志武将紹介。紹介するのは秦の後秦王衮の息子、王政よ。彼は秦の皇帝である司馬遠をドン引きさせたすごい男なのよね。司馬遠は晩年になると高級に美女1万人集めて部下をドン引きさせているんだよな。そんな男からドン引きされたのかよ王政派。さて改めて紹介するのは王政、あだ名を武士。その優れた才能と異常な金の使い方で司馬遠をドン引きさせた秦の後秦。彼は一体どういった人物なんだ。王政派兵州大元軍秦陽県出身の人物で、先に述べた通り秦の天下統一に大いに役立った王衮という男を父に持つ男よ。王政は父親に似て若くしてとても才能があり、秦国において次世代のエースとして大いに期待されていた人物だった。彼は父親が軍人だったということもあってか弓や馬術に秀でており、さらに駅卿、創始、老子といった書物を読んだり様々な技能にも通じていたの。なもんでもう万能人間とも言える王政の名声は成長するにつれてめっちゃ大きくなって、自分より上の世代である姉の旦那の和卿や媒介と並ぶほどの名声を若くして手に入れた。故に皇帝である司馬遠は自分の娘と王政を結婚させたりもしているの。王政のお父さんは秦国の大行進で、王政自身はその父親を超えるほどの才能を持っているかもしれないと評判なので皇帝の娘と結婚できた。もう勝ち組確定の人生だぜ。それから王政は20歳にして宮仕えをして中書郎に任命されたものの、折り悪く彼の母親が病死してしまったので王政は喪に服すために官職を辞した。そしても喪に服す期間が終わると王政派なんかいきなり表記将軍として復職し、それから昇進を続けて早くも次中にまで任命されたの。当時の秦国の次中といえば高順や、大公の身内である王順、そして司馬遠の皇后の身内である要塞と権力者だらけだったものの、その中でも王政は天下の人々から大いに期待されていたみたい。司馬遠もこの次中たちに相当自信を持っていたのか、ある時秦からを集めて会議を開いた時に、秦の側近である王政、要塞、高順、王順の名前だけを読む、となんと順々正々となる。順々にも正々にもいい意味があるのでこの二つが掛け合わさるとすごいことになるとは思わないか、と宣言したの。まあ言ってしまえば言葉遊びに過ぎないが、司馬遠がどれほど彼らに期待しているのかがよくわかるエピソードだぜ。しかし王政は司馬遠の側近になってからずっと彼のそばにいたものの、人材の推挙や政治の良し悪しなどの点を一切司馬遠に伝えずもっぱら綺麗事のみで司馬遠と会話していたの。故に秦の朝廷にいる人々は何もしない王政に失望したものの、それに反して司馬遠は王政を強要するようになったの。なもんで王政は若くして、妨害な出世を続けたものの、人々は王政が司馬遠の娘と結婚したから出世したのではなく才能のみで出世したと評価していたみたい。しかし、王政は外から見るとめっちゃ聖人君子かのように見えたものの、実際はクソほど性格が悪く周りの人々にめっちゃ悪口を言っていたので身内からはめっちゃ嫌われていたの。さらに後に父親の王衮が後討伐の功績をめぐって王衮と対立すると、決まって彼は父親の王衮の味方をして王衮を攻撃したのでようやく天下の人々は王政の本性に気づき始めたの。まあ別に王政は性格がいいから登用されたわけじゃないのでその点はいいんだけど。司馬遠にろくな検索をしていないのはどうかと思うぜ。その点を期待されての登用だと思うからな。282年、司馬遠は自分の息子の皇太子司馬仲が暗愚なので、自分の死後に生地名声がある弟の西王司馬遊が帝位を散奪することを恐れていた。なもんで司馬遠は弟の司馬遊を中央から地方に追い出したものの、これに王政は大反対してさらに彼は自分の嫁である司馬遠の娘と、秦徳という男の、妻である司馬遠の姉を宮中に派遣して彼女らにこれの反対意見を言わせたの。
するとまあ芝縁は自分の姉と娘を神言に利用した王政にブチギレたようで、自中の王獣に、ちんと芝竜は兄弟だ。今日、芝竜を地方に派遣するのは家族の問題であるのにもかかわらず、新徳と王政は金の身内を宮中に派遣して彼女らを泣かせてまで芝竜を中央に留めようとした。なんという恥知らずか、と言い、王政はこの罰として君子採取に降格となったの。まあ、表向きは王政の官職は下がったものの、いつも通り芝縁の側近は続けられたんだけども、芝縁はもう王政のことが好きすぎるぜ。降格させたのにもかかわらずいつも通り徴用するとか、それから数年経つと王政恥中に復職した。まあでもこの頃になると王政は身内からの支持を完全になくしており、後に中央から出て河南院に赴任することになったの。まあ、彼は赴任する前に役人を鞭で叩いたという罪で罷免され、彼の役職は重慶の王勇に奪われたんだけども、故に暇になった、王政派北坊山に家を建設して早くもスローライフ生活をし始めたのよ。次世代のエースと期待された男が早くも引退したんだけど、引退って言葉より首って言葉の方が正しいのかもしれないけど、王政派貴族だけに豪快な性格をしており、金遣いが非常に荒かった。時に落葉の土地の値段はもう目玉が飛び出るほど高かったものの、王政はその高い土地を買い取って馬小屋を作った。しかもそれほどの高い買い物をしても相当お金が余ったのか、余ったお金をつなぎ合わせ、お金で馬小屋の柵を作るなど、もう、常軌を逸しているとしか思えない行動までしたの。天下の人々はこの馬小屋を見て金工と呼んだようね。皇帝の娘と結婚すればこれだけのお金が手に入るのか。そりゃあ誰もが権力を欲しがるわけだぜ。時に芝縁の舅の王外も礼に漏れず金持ちであり、彼は立派な牛を丁寧に育て上げていたの。すると王政は王外の飼育している牛が欲しくなったのか、1000万銭の大金と王外の牛をかけて弓術対決をしようと提案したの。王外は自分の弓矢の腕に自信があったのでこれに同意したものの、王政派、一瞬で王外との弓矢対決に勝利したの。前に述べた通り王政は文武両道の男だからね。そうして王政は牛を手に入れたものの、彼はその牛を調理して一口食べただけでその場を去ったみたい。牛を一口食べたいだけの理由で1000万銭もかけたのかよ。ギャンブル好きってよりお金がありすぎて他に使い道がないんだろうな。時に王政と同じぐらいの名声を持っていた和京はかなりの倹約家であり、芝縁が和京の家にできたスモモが食べたい、と言うと、これを聞いた和京は数十個ほど芝縁に献上したの。故に王政は家にもっとスモモがあるのに数十個しか渡さない和京は器が小さいと思ったのか、彼は無断で大量の若者を引き連れて和京の家に出向き、スモモを勝手に全部取って最後にはスモモの木を切り倒したの。これも常軌を逸しているエピソードの一つね。まだ百歩譲って和京の家のスモモを盗むのはわかるよ。でもなんで木を切り倒すんだよ。いや、よく考えれば若者を引き連れてスモモを盗むのも意味不明なんだけど、これ以外にも王政の常軌を逸している逸話は数多くあり、例えば以前芝縁が王政の家に出向いた時に王政は芝縁に豪華な料理を振る舞ったことがあった。その料理はどれも豪華な器に入っておりとても美味しかったもんで、思わず芝縁はこの豚肉はめっちゃ美味しいな。どうやって調理したのだ、と王政に質問したの。するとこれに王政は母乳で蒸して調理したのですよ、と恥ずかしげもなく答えたの。これを聞いた芝縁はさすがに不快感と吐き気に襲われたのかすぐさま食事をやめて家に帰ったの。もうこれ金持ち云々とか関係なく、王政はヤバすぎるぜ。これを芝縁に食べさせてどう思われるかとか考えてないのかな。王政は馬小屋を作っているだけに馬の気持ちをよく理解でき、さらに馬を大事にしていたのか立派な煽りを装着させていたの。ところがその馬に乗って川を渡ろうとしても馬がこれを嫌がったので、これを王政派、きっとこの馬は豪華な煽りが汚れることを嫌がってるのであろう、と言い、馬の煽りを外したの。すると馬は、さっきまで嫌がっていたのが嘘かのように川を渡ったの。故にこれを見ていた豊は、王政には馬の癖が見抜ける、と褒めたみたい。
王政派もろもろの才能を持っているからこそ秦に登用されたからな。その片鱗をよく表しているエピソードだぜ。後に司馬遠は側近の和興に王政は荒れな性格をしているので官職を罷免されたが、秦は彼を注意して再度登用しようと考えている。これを君はどう思うか、と質問した。するとこれに和興は王政は生地ひねくれておりますからな。陛下が注意してもこれを聞くかどうか、と否定的な意見を述べてきたの。でも司馬遠はその言葉を無視して再度王政を召し出し、一通り彼を注意した後で反省したか、と聞いたの。するとこれに王政派、私はかつて陛下に弟の司馬遊様と仲良くしろ、と言ってこれを改めさせることができず、さらに私は陛下をいさめたくせに身内、同士で争いを始めました。陛下のおかげで自分がいかに愚かな人間であるか気づけました、と述べたの。この言葉を聞くと思わず司馬遠は黙っちゃったみたい。もうこれ司馬遠は王政処刑してもいいんじゃないかな。ああ言えばめっちゃ反論を返してくるじゃん。また、かつて司馬遠が王政と囲碁を打っている時、そばには秦に降伏した後の最後の皇帝である孫皓がいたの。そこで司馬遠はふと孫皓に、君は後の皇帝だった時に人の顔の皮を剥いだらしいな。これはなぜか、と尋ねた。するとこれに孫皓は、君主に無礼を働く者が多くいたので剥いだの、であります、と答えたの。これは王政が囲碁を打っている最中に足を伸ばしていたので孫皓はこれを暗に非難したの。それから王政は46歳に、父親の王婚よりも早くに病死したの。好き勝手に生き続けた男だったわ。才能があったとは言われているが、それを国家のために活かせなかった男だったぜ。さていかがでしたでしょうか。今回の人物のことは、もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎だぜ。皇帝の司馬遠すらドン引きさせた厄介な男だったぜ。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。